皆さんごきげんよう。ここは埼玉県行田市忍城址公園でございます。忍城は室町時代中期の文明年間に成田市によって築城されたと伝えられており、北を利根川、南を荒川に挟まれた扇状地に点在する広大な沼地と自然堤防を生かした構造となっている。幾度の城攻めを受けて一度も落城しなかった要害堅固な城として知られる。戦国時代には関東七名城の一つ、1590年に豊臣秀吉の小田原征伐に伴い発生した攻城戦の際、豊臣方の水攻めに耐え抜いた逸話から浮城または亀城と称された。大河ドラマで申すと野望の城でございますね。忍城で繰り広げられた攻城戦の実話をもとにした物語でございます。ちなみに関東七名城は日本の関東地方にあった城のうち以下の7つを指したものである。いずれの城も天守は現存せず、他の構造物や城郭の多くが破壊されたり市街地化されている。川越城、忍城、前橋城、金山城、唐沢山城、宇都宮城、滝城、あるいは太田城になります。忍城の城下町は中山道の裏街道宿場町としての機能や、付近を流れる利根川の水運を利用した物流路としての、機能を兼ね揃えて繁栄する。また江戸時代後期からは旅の産地として名を馳せるようになる。はい。ということでね、この辺の風景がなかなか緑化していて、竹林とかもなかなか綺麗ですね。かぐや姫が出没してもおかしくはない雰囲気でございます。はい。で、周りのね、その石垣とかも見てみると、なかなか年季が入ってるというか、その苔のね、なんか苔の緑化具合がなかなか感慨深いですね。はい。その昔の、まあ、江戸時代あたりだと思うんですけど、そこらの住民がこの石垣を作ってることを想像すると本当にたまらないですね。はい。舞妓舞妓、これってどっかのアイドルグループかな。何この陽気な BGM、 ユーロビート系かな。なんかあれですよね、一昔前のクラブに流れそうな曲ですよね。なんかパラパラダンスと結構合いそうですね。こういうノリノリ系の曲もね、僕好きですね。クラブ行ってみたいですね。あ、ごめんなさい、全然関係なかったですね。こちらの鐘は自称です。1717年に伊勢桑名藩主松平忠政によって鋳造され、1823年に松平氏が、桑名藩から忍藩へ移封されるのに伴って忍城へ移されたものです。忍城の二の丸にあり、時の鐘として時刻を知らせておりました。はい。ということで、裏の博物館は何と書いてありますかね。行田市郷土博物館です。その通りです。はい。行田市の古墳時代から近代までの資料が凝縮されているところですね。はい。で、時はね、20世紀。1949年10月には本丸跡に行田市本丸球場が作られたが、後に移転し、1988年2月17日にはその後に行田市郷土博物館が開館。御三階櫓は博物館の一部として忍城鳥観図や文景などをもとに鉄筋コンクリート構造によって外観復興されている。ただし位置や規模は史実とは異なり、内部は展望室や行田の歴史を、写真や資料で紹介する展示室として利用されている。また周囲には土塁の一部が残像している。ということでね、目の前にあるドーンと立ってるね、お城はね、御三階櫓でございます。忍城という城自体はもうなくなっております。で、シンボルマークになるのがこの櫓ですね。はい。塗装も割と最近になんか塗られた感じもあってね、その石垣もね、なかなか綺麗ですね。このなんだろう、城下町のね、住民たちのなんか純粋さがね、この櫓で伝わってきますね。おお、すげえ。実は僕、テレポートできるんですよ。
そういう超能力を持っております。で、ご先祖様が服部半蔵なんですよ。あ、すいません、ごめんなさい、単なるジョークです。はい。やべえな、しばかれちゃうな、こんなこと言ってしまうと。はい。あ、いいですね、ここの背景。背景見るとなかなか味わい深いですよ。その和の雰囲気も漂ってて、なんか本当にタイムスリップしたような感じで、なかなか、なんというか、魅了されますね。はい。俺の顔もエロいっすね。はい。このなんかエロティックな表情で、お市場をね、一望するというね、いやらしい動画ですね。はい。ここまで見てくださった方々、本当にありがとうございました。すんごい拙い、滑舌の悪いナレーションでしたけど、本当にありがとうございます。次回以降もね、城巡りしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。